皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組 iWave 松阪です。さて、現在募集している松阪市第3次健康づくり計画策定記念イベント、土性沙羅さんのおすすめトレーニングプラス10講習会についてご案内します。この催しは第3次松阪市健康づくり計画周知のため、オリンピック金メダリストである土性さんが身体活動の健康への効果を紹介し、市民が健康づくりに興味関心を持ってもらうために開催されます。この計画の中で元気な体づくりのため、行政チャンネルでも紹介した毎日体を動かそうプラス10を推進しています。対象は市内在住の20歳以上の方で、先着80名です。申し込みは4月19日金曜日までとなっています。ご覧の QR コードから申し込みください。詳細については健康づくり課保健予防係までお問い合わせください。土性さんに指導してもらえる貴重な機会ですので、ぜひ参加ください。それでは今回のラインナップです。満開の桜が咲く松阪城跡で宣長祭りが開催されました。竹上市長と土性沙羅さんが東京都千代田区にあるスポーツ庁の室伏浩二長官のもとを訪れました。土性沙羅さんが東京都北区にある財務省の研修施設で講演しました。今回のくるっとサークルは、松阪公民館健康ダンベル体操の活動をご紹介します。